王将戦第4局は先手番羽生善治九段が後手番藤井聡太王将へ角換わりをぶつける展開となった。1日目の解説は糸谷哲郎八段、聞き手は和田明女流のペア。糸谷は現代の角換わり将棋を鉱脈掘削に例えている。さすが阪大で哲学の修士号を取っているだけのことはある。角換わりまた藤井羽生両者が行っている複雑で難解な思考を平易でユニークな例示に落とし込んで説明している。デザスタケイ大人の将棋ラジオです。現代の角換わり将棋の変化というのは大体前例があるわけです。本当に細部をどこで見ているかといった戦いの将棋なんです。どの変化のここをもうちょっとグレードアップしましたよというような感じです。糸谷の説明はさらに続く。どの棋士も指している将棋なので新鉱脈というものになかなか突き当たりません。どの棋士もチューンナップならぬマイナーチェンジを何度も何度もして自分の作戦を作るわけです。ここ数年の進化、そして淘汰された作戦も多くあります。そうは言ってもいざ対局で指されてみたりするとそうして淘汰された作戦のことを忘れてしまっていることも多いです。したがって記憶力がどこまで続くかといったような側面もあります。大抵はこの筋はこうだったなというくらいに記憶しています。結局そうした知見の積み重ねで感覚が形作られていきます。そういう意味では将棋ソフトの流星によって全くの新鉱脈を作るという時代からどうやって改善するのかということが重視される時代になってきたと言えるかもしれません。まあちょっと私としては寂しいところですけど、とはいえ将棋全体の進歩という意味ではそちらの方がいいのでしょう。糸谷の洞察は鋭い。将棋の進化の仕方が誰か一人が突然新鉱脈を見つけるというよりも鉱脈のある場所は皆分かっていて少しずつカンカンと掘削しているうちにどれだけ多くのものを掘り当てられるかといったような状況になりつつあります。今はとんでもない新発想を用意しましたと言っても調べればある程度それが本当に鉱脈なのかそれとも水しか出ないのかここで本当に温泉の源泉に突き当たるのか技術の進歩でわかるようになりました。厳しいものでもあります。まあしかし角換わりというのは掘り尽くしたと思ってもいろいろと鉱脈が出てきますね。鉱脈というか横の穴みたいな感じですけれどもここまで掘ったと思いきや横穴もありますねといった感じなのかもしれません。横穴は大抵いろいろな横穴がちょっと削れては消えていくんですけどたまに掘り進めることのできる横穴もあるということです。どこまで掘り進めたら尽きるのかわからないですね。尽きてしまうと掘っている人はご飯が食べられなくなってしまいますからね。長考に沈む藤井王将から羽生九段の話にも及ぶ。昨年初め頃の羽生九段は横太りを刺されているイメージがあったのですが最近はいろいろな戦型を刺されていてそれとともに調子も上がっていったという印象です。オールラウンダーとしての長所を生かしているなと思います。そういうスタイルにされているように感じます。羽生九段は経験値が違うと言いますかどんな戦型でも刺しこなせます。他の棋士だとつけ刃と言いますか他の戦型をやろうと思っても難しい。いろいろな戦型を経験してきたからこそすぐに別の戦型を指しこなすことができるのだと思います。スペシャリストはうなぎ屋のうなぎではないですがうなぎ屋はすぐに転職できませんからね。私も明日から君は振り飛車穴熊等になりなさい全局穴熊を指しなさいと言われたら多分1年間でに3勝しかできないでしょうからね。穴熊がダメなわけではもちろんなくて私がすぐにキャッチアップできないと思うんですね。いやこれはびっくりだ。まさかこんなことになるとはと糸谷がうなった。藤井の約2時間半に及ぶ長考を経て後手藤井聡太王将は1日目の対局で66手目を封じた。王将戦第4局2日目は羽生九段の65手目5二桂成に対して藤井王将の封じ手は同玉と応じる驚嘆の一手であった。解説控室の谷川浩司十七世名人の玉ですかとコメントする大方のプロの予想を覆しつつ藤井王将が勝負師であり王者として君臨し
かつ人々を引きつけるエンターテイナーでもあることを証明するイレギュラーな一手は、見る者に惨憺の心の声を上げさせた。深浦は言う。藤井王将は今大変だと思います。と言いますのは、今期五冠となって将棋界の第一人者となりました。その後、挑戦者が本当に様々なことをやってくるわけですよ。今ダブルタイトル戦になっていますけれども、棋王戦のタイトル保持者である渡辺棋王は盾で掘り下げてくるんですよね。一局目が2月5日にやりましたけれども、65手目くらいまで前例のある将棋を踏襲して、そこから変化させてくるわけです。渡辺棋王は以前の棋聖戦でも90手目くらいまで終盤竹縄まで掘り下げて研究して、まだ藤井さんが出始めた頃ですけれども、それで渡辺さんは勝ったこともあって、縦に掘り下げるタイトル戦の常連もいるわけです。そういった勝負を仕掛ける棋士もいますし、今回の羽生さんのようにちょっと横に揺さぶってと言いますか、縦掘りではなくて、いろいろな変化を見せながら本局の現局面のような集中攻撃のような、そういった攻め方を見せたりと、さまざまな形で王者を揺さぶってくるわけです。現在の藤井五冠からタイトルを奪う、また藤井五冠からの挑戦を受けてタイトルを防衛できないとなって、トップ棋士が目の色を変えてきています。そしてそれを跳ね返すのも絶対王者の宿命であり、藤井聡太さんという方なんだと思うのです。74手目藤井王将は少し打開に苦慮するような仕草を見せながら6二銀を指した。控え室も騒然としたという。藤井の指した後、羽生が頭を抱えた。羽生は驚き、どういう意味の手なのか問い深しんでいるようだった。いや、驚きましたねと羽生さんが言っていますよと深浦が代弁する。藤井聡太は人間同士による将棋対局の高度の極限バーティカルリミットに挑んでいるに違いない。常人の決して達することのできない最高峰の山頂へ向けて、垂直の氷壁の投範を続ける覚悟をまるで示しているかのようだ。これが番勝負で見せる手なのだろうか。あまりにインパクトが大きかったのだろう。髪をかき上げた羽生の髪の毛がまるでアニメのキャラクターのように逆立っている。評価値は画面上で藤井 5%、 羽生 95% と一気に優劣が明瞭となった。残り時間も藤井の約1時間半に対して羽生は約5時間と大きく差が開いた。先手羽生善治九段が107手目を指したところで、後手藤井聡太王将が投了した。藤井王将の最も得意とする角換わりで勝利した羽生九段の王子を想起させる差し回しと、それに対応する藤井王将の AI をも超えたような異次元の指し手が、人間同士による将棋対局の高度の極限と感じさせる対局であった。2勝2敗のタイとなった王将戦。世紀の一戦などという表現が単なる宣伝文句ではないのだ。と両者の対局はまるで雄弁に語っているようだ。